2021年3月23日、お彼岸最終日の佐藤修一ライブであります。まあね、今日は河合克行被告がですね、ちょっと待ってね、河合克行被告がですね、一転、辞職ということをね、表明しました。罪を認めて表明したということです。しかしね、そんなことならね、最初からね、本人分かってたんでしょ？ね？分かってたんでしょ？分かってたんだったらね、もう最初からね、やめればよかったんですよ。ね？有権者というかね、広島県民をね、克行被告ね、完全にね、舐め切ってるじゃありませんか。ね？舐め切ってますよ、本当にね。結局ね、克行被告はね、給料を最大化すると。ね。自分が引っ張れるところまで引っ張ってね、給料を最大化するともらえるね。で、自民党の方は自民党の方でね、ダメージを最小化するためにね、まあこの時期に一応ね、まあやめとけと、お前ね、やめとけっていうことをね、言ったんでしょうね。まあ、克行被告ね、自民党を離党したとはいえね、非常にね、やっぱり、特に菅さんとかね、まあ二階さんにね、非常に近い議員でありますからね。結局、まあそういうことですよね。まだ克行被告のね、給料最大化したいっていうか、もらえる金を最大化したいっていうね、まあせこいね、動機とね。まあ自民党がまあでも、もうちょ、これ以上粘ったらお前ね、これ自民党の方にね、ダメージでいくからちょっと勘弁してくれみたいなね。まあ、それで、だから県民はね、全く不在であるということですよね。まあ辞めるんだったらもうね、とっくにね、辞めておかなければいけないね、克行被告ですしね。まあ遅きに失したと。まあね、もう反省っていうのはね、もう、自民党もね、全くないしね。まあ、克行被告もね、あれはしないですよね。結局、本心のところはないと思いますよ。ね、安里被告も含めて、本心のところではね、全く反省というものはね、ないと思います。本当に、打算によるものです。本当にね、反省してるのであればね、反省するような男だった。あれ、最初からね、罪をね、認めてるんじゃありませんか。ね、まあね、夫婦ともにね、まあ、もうとんでもないっていうかね、まあ、ものもね、皆さんね、当たり前だけど、もう思われてることだというふうにね、思います。それからね、克行被告というかね、まあ、安里被告、安里さん、克行被告、両方か、ね、まあ、お金をもらった人ね、本当にね、起訴はされていません。起訴はされていません、誰一人。おかしいですよね、検察ね。まあ、このままね、選挙に入ったら、本当ね、お金をもらった人がね、選挙に参加する。ね、選挙運動に。まあ特にね、奥原議員、ね、岡崎議員、ね、平本議員、下原議員、ね、県会議員、この4人はね、安里さんのね、有罪が確定している以上はね、もう犯罪者ですよ、犯罪者。犯罪者であることは確定してあるんです。で、安里さんが有罪であれば、この4人も、それはね、逮捕起訴はされてないけれども、犯罪者であることはね、確定しちゃってるわけですよ。ね、罪は罪ですよ。で、そういう人たちがよ、ね、起訴されないんだよね、いうのもおかしいしね。それからそういう人たちが選挙運動にね、参加しているという状態のこと自体が非常におかしいというふうにね、言わざるを得ません。まあそういう人をね、もし陣営に入れているね、候補者がいらっしゃるのであればね、その人もね、いや、立候補の資格はないというふうにね、言わざるを得ませんよね。全く反省がないしね、そういう候補者はね。誰とは申し上げませんがね。まあそういう候補者にはね、ね、特定の名前、ね、言うとね、また、選挙妨害じゃなんじゃっていうね、あれは言いがかりをつけられても困りますからね。とにかくそういうことですよ。ね。それからまあね、まあ安里被告さんの時も言われたことですけどね、起訴されたからのね、給料返さなくていいってね。ね、逮捕されてよ。ね、起訴されてよ。ね。仕事、議員の仕事全然できてねえのによ。まあね、無罪の場合はいいよ、無罪の場合。でもね、もう有罪確定の場合はね、本当にね、起訴されてからの給料はね、まあ例えばね、返さなきゃいけんと。まあそういうふうにしねえとね、まだ出てきますよ。安里克行みたいなね、議員がね。これ再発防止のためにね、法律をね、変えるということはもちろん、ね、これ大事ですよね。それからね、まあ、政党交付金ですよ。使い放題。え？あんなのあれはねえよね。ねえよね。もう一旦廃止しかねえよ。ほんとね。ね。ほんとね。一旦廃止ですよね。
さ、諸外国にもね、政党交付金にね、似たような制度っていうのはあるんだけどさ、でもね、日本の制度ってもうおかしいということですよね。うん。もうね、明らかでかし、皆さんもね、感じておられるこの子ね、廃止ですよ、こんなものね。うん。だからさ、こういうことさ、ね、ほとんどの政党言わないよね、政党交付金を廃止しろって。ね、うん。まあ、日本共産党さんだけは別としてよ。うん。俺はやっぱりね、もう廃止すべきだと思いますよ、一旦ね。こういうことがあった以上ね。でね、今コロナでしょ？今ですよ、やっぱり。ね、コロナでね、本当にもう生活が困窮している人たちへのね、支援ですとかね。まあね、うん。そういうことにね。あれはね、医療現場、介護現場ね。なんかさ、ほんと大変だよ。俺はもう介護現場だけどね。手袋がねえとか、ほんと大変な状況です。そういうところのね、労働条件の改善のためにね、使うとかね、まあ困ってる人やね、現場のためにね、使うっていうことをね、もう申し合わせてすべきだと思うよね。もう政党交付金の金をね、うん。ね。で、まあ、ね、もちろんね、政治家、政党やね、政治家とね、まあ国民っていうかね、有権者のね、パイプっていうのはね、パイプっていうかそのね、コミュニケーションっていうのはもちろん必要ですね。じゃあそれをどうね、じゃあ、じゃあ、ね、有権者がね、じゃあ政治家とかね、政策をね、判断するかっていうのはね、やっぱり、そういうのに、ね、やっぱり必要ですよね、うん。そういうことに対する支援っていうのもね、じゃあ、ね、選ぶためにもね、じゃあ情報を入れなきゃいけない。ね、選ぶ側もね。じゃあそのためにね、じゃあ、うん、今までは政党交付金って形でね、じゃあ、ね、まあ、政党のね、宣伝とかね、そういうものに使いなさいと、ね、いうふうにね、言ってきたわけだけど、もう全然ね、そういうことになってないんであればね、うん。じゃあ、例えばね、うん。ノルウェーな、まあ、諸外国あるんだけどさ、やっぱりスーパーマーケットに行ったらね、各政党のね、公約がちゃんと見れるようになってるとかね。うん。ね。まあ、そんな感じですよね。うん。まあ、とにかくね、政策とかね、政党の政治姿勢とかね、うん、まあ、政党や政治家の政治姿勢とかをね、選べるようにね、うん、判断材料をね、じゃあね、国がね、もっとね、補助していくとかね。うん。まあ、そっちの方の制度にした方がね、これいいんじゃないかな。まあ、日本でね、金渡してまうともうこれね、うん、結構腐敗につながるということでね、うん。まあ、これはね、もう一つのね、やっぱ見直しですよね。まあ、一旦廃止した上でね、じゃあどういうね、あり方がいいのかっていうのはね、見直していくっていうのは原則じゃないのかなと思うけどね、これはね、うん。まあ、だからこういうことを言うね、政治家とかね、政党っていうのはね、ほとんどないと。ね、今回の参議院、広島再選挙においてね、これ政党交付金にね、切り込んでるのをね、これ私ね、佐藤秀一だけであるという状況ですよね。うん、まあ、他の方はね、みんなこれ政党交付金に頼んでね、頼みにして、ね、選挙活動でされてるか、そういうことになっちゃうんだね。俺はね、違うからね。うん。僕はね、私佐藤秀一はね、本当にね、あれですね、皆様からのね、乾杯等をね、ね、いただいてね、本当にね、させていただいてます。カンパね、皆さんのカンパ等でね、回していると。お一人お一人からね、ご支援をもとにね、本当にね、政策やね、政治姿勢に共感してくださった皆さん方からのね、お支えによってね、今ね、本当にありがたいことに、ね、政治活動を、ね、させていただいております。ね、この姿勢もね、ずっと堅持したいと思います。特にね、もう参議院議員の場合はね、もう中央の政党の紐とかね、つかん方がいいですよ。衆議院をね、チェックせんといけんのんですよね。何党が政権取ろうがね、これ衆議院チェックしにゃいかんときにね、やっぱりね、うん、自分でね、やっぱり有権者にね、頭を下げてね、ね常在をね、支援していただくと。ね、そういう姿勢のね、人間でなきゃね、これはね、まあ参議院議員っていうのはね、なかなかね、うん、やるべきじゃないと思うけどね。まあ、まあ、もちろんね、供託金なんかね、もうこれちゃんとね、引き下げた上でですよ。ね。供託金を、ね、引き下げていくと、いうことですよね。ほんとね。うん。それからね、まあ、小選挙区制ですよね。問題もう一つね。うん。克行被告ってさ、中選挙区の時に一回出てね、93年。落選してんですよ、この人ね。うん。もうね、定数4のうちね、6位ぐらいじゃなかったかな。うん。6位ですよ。ね。うん。もしね、中選挙区制であればね、岸田文雄さん、彼とね、バッティングしますよ。克行被告。で、広島の自民党の支持者っつったらね、やっぱりね、圧倒的にね、やっぱり岸田、文雄さん支持が多いです。克行？
誰やみたいな、感じの方多いです。そうすると、ね、やっぱり、で、しかもね、公明党もね、じゃあ、中選挙区制とかね、比例代表制だったら独自候補出すでしょ、うん、そっちに票が流れるしね。うん。で、野党だってね、やっぱりその、そこそこね、候補者を出してくると。ね。そうすると、諦めてね、投票に行かなかったような人たちもね、まあ、中選挙区やね、比例代表だったら野党も通る目があるかってことでね、投票に足を、非常に足を運ぶ。で、そうなるとね、勝ち行き被告のようなね、タイプはね、もうガーンと沈んでいくわけですよ。ね、とてもじゃないけどね、うん、勝ち行き被告にね、当選の目っていうのはね、ないというふうに思いますよね。まあ、中選挙区制の1993年ね、1位がね、誰だったかな、阿波谷さんっていう方だったかな、阿波谷俊信さんっていう方だったかな、うん、岸田さんがやっぱ1位かな、やっぱりね。で、その次が阿波谷さんかな。阿波谷さんのね、後継がね、今のね、平口博さんですよね、2区のね。多分ね、そういうことになると思う。岸田さんとかね、平口さんとかね、そういう方ね、自民党でもね、人気がある方がね、上に来てね、勝之国はね、名簿の下に外れてね、落ちると。ね、そういうことですよね。な、勝之被告のようなね、男がね、国会議員でいられたっていうのは小選挙区制のおかげなんですよね。しょうがない。自民党公認だからね、しょうがなしに入れるとかね。まあ、そういう人がね、多かったってことですよ。ね。比例代表ね。まあ、非拘束名簿式っていうかね、有権者が、ね、名簿をね、順位をいじくれるね、ノルウェーみたいなね、比例代表制とかね、あるいは中選挙区制であればね、もう勝之被告なんかもう通るわけがないね、人なんですよ。ね、うん、絶対通るわけない人はね、通っちゃう。この小選挙区制のね、本当に大問題だと思いますよね、一つね。うん、で、やっぱりね、小選挙区制のもとでね、ほんとね、まあ、威張り散らすっていうかね、まあそういうね、勝益国。ね。地域でね、一人しかね、国会議員がいないと。もうそうするとね、威張り散らすわけですよね。まあ、勝益国なんかはね。うん、ああいうのを議員にした。いや、威張り散らさない議員もいるけど、でも、勝之被告みたいなのが運悪くね、そこの議員になっちゃうとね、もう威張り散らすと。ね。うん、ね。俺、やっぱり、ね、ビビってね、地方議員とかね、市町村長の方はね、勝之被告からね、案例をお願いする。案例をやれって言ってね、金をね、くれたらね、ほら、受け取っちゃうって人が出るわけです。いや、絶対受け取っちゃダメよ。絶対受け取っちゃダメなんだけど、事件の背景として。小選挙区制のもとで、勝之被告にね、ビビっているね、そういうね、ほんとね、方々がね、いらっしゃると、いうことはね、これは明らかな話ですね、うん。いや、絶対にビビってても受け取っちゃダメですよ。ね、受け取らないのもこれ政治家の矜持ですよね。うん、もしね、勝之被告がね、邪魔をしてきたらね、国地方ね、係争処理、ね、処理委員会っていうところに訴えればいいんですよ。ね、邪魔をしてきて。本当に、ね、害があったんであれば。ね、それぐらいのね、やっぱりそういう、被害というものがないからね、やっぱり、広島ね、やっぱり勝之被告、自民党にね、舐められちゃうんですよ。え、ね、そのことはやっぱりね、うん。地方議員の皆さんもね、これ反省していただきたいと思う。ね。ね、地方議員っていうのはね、やっぱりその、地方議員ね、市会議員、県議会議員っていうのはね、広島市の代表ですよ。ね、県民の代表ですよ。ね、彼らがね、やっぱ中央のね、党本部やね、やっぱりね、勝之被告に舐められてるってこと。我々ね、広島市民県民も舐められてるってことだからね。うん。それはやっぱりね、もう、ね、もらった議員はね、全員ね、腹を切ってもらわないかんのんだけど。いけんよ。うん。いけんのんだけどさ。いけんのんだけどさ。え？うん。よくないよね。ただね、背景としてやっぱりね、小選挙区制というのがあるということはね、押さえておきたい。うん。まあ、それからね、地方分権という名のね、地方壊し。ね。1990年代からずっとありました。ね、地方分権、地方分権。でもさ、地方ができる仕事、ね、これはね、やっぱりね、増えたように見える。だけどね、お金やね、人は全然ね、国はね、汚さないわけですよね。ね、相変わらずね、地方の官僚がね、財源を握ってる。ね、人材も地方で握ってる。ね。これでね、地方の方はね、お金がない。ね。もう、それだけね、これだけね、新型コロナウイルス、あるいはね、2年半前の、大災害、西日本の、そういう時にもね、もう往生するわけですよ、地方自治体はね。うん。ほんとそういうね、地方自治体のね、困窮ね、この二十何年間のね、そういう地方分権と言いながらね、うん、地方を困窮させてきたね、そういう政治のね、流れの中で困窮してきた地方に対してね、
つけ込んだ。困窮につけ込んだ。ね。卑劣な手口ですけどね。まあ、勝之被告はね、そこにつけ込んだわけですよね。うん。ね、先ほども申し上げたようにね。まあ、でもね、やっぱりそれでももらっちゃダメですよね。弔辞というものはね、なきゃダメですよね。うん。地方議員の皆さんもね、市町村長の皆さんもね。うん。それはそうなんだけど、やっぱり事件の背景としてね、地方壊しですよね。地方分権という名のね、地方壊しにね、困窮したね、自治体のね、困窮につけ込んだ、勝之被告。罪はね、極めてね、重いと言わざるを得ません。それからね、やはり政策論議不在のね、選挙。うん、これは政治のあれか。これは非常にひどいですよね。うん。まあ、広島もひどいけど、まあ、全国的にひどいと。ね。そこにね、特にね、今回のね、主犯ね、妻のね、アンリ被告ですね。形式上もね、本人ですよね。本人が、主犯がアンリ被告でね。うん。で、まあ、その、秘書がね、勝之被告って形ですよね。今回の選挙ね。候補者本人はね、アンリさんなんだからね。まあ、アンリさんもね、県議会議員の時代からずっとね、でもこの、やっぱりその、広島の選挙っていうものはね、政策論議が非常に不在とね、とにかく物量で押すみたいな、選挙をね、うん。それにつけ込んでずっとね、アンリさんやってる。ほんとね、アンリさんのね、あのね、選挙ね、物量がね、半端ないですよ。物量が。うん。ねえ。私はね、アンリスとね、10年前のね、県議会議員選挙で対決しましたよ。ね、広島県庁を辞めて。いや、すさまじい物量だね。ああ。すさまじい物量だよ。ああ。あ、行くとこ、ね、どう、町中がね、アンリさんのね、看板で溢れて、ビラで溢れて。ね、どんだけ金をかかってるんやってね。そういうね、状況がね、本当にね、あったわけですよ。それ、どんだけね、金がね、かかってるんだっていうね、そういう状況がね、あったわけでさ。ね？ほんとね、たまったもんじゃねえよ。もう。俺もね、4000何百票取ったんだけど、もうね、アンリ被告ね、ほんとね、ね、アンリ被告ね、俺のね、5倍も票を取ってたね。あれは凄まじかったね、あれはね。あれは凄まじかった。ああ、うん。たまらんかったね、あれはね。ほんとね。うん、だけどまあね、結局さ、結局そういうことですよね。ほんとね。うん、結局政策論議なんか全くなくても通っちゃうってね。もうそういう選挙もう舐め切ってるわけですよ。ね。うん、まあ、ちょっと勝之被告とね、アンリ被告のそのね、県民に対する舐め方、ちょっと違うけど、ね、舐めてることには変わりはないっていうかな。もう政策なんかなくたって。もう通っちゃう。うん、うん、物量を出せば通っちゃう。そういう考え方ですよね。やっぱりね、ほんといけませんね。まあでも、こういうことになった背景にも、やっぱり小選挙区制っていうのはやっぱりあると思いますよね。やっぱりね、A か B かで選択肢がないからね。だんだんね、やっぱり政策論議が低調になっていくっていうね。それでね、足の引っ張り合いばっかりになっちゃってくるわけね。だんだんね。小選挙区制のもとだとね。うん。A か B かだからね。こっちね、足を引っ張ればね。お互い足の引っ張り合いみたいなね。構造になって、ね、やっぱ生産的なね。そういう政策論議がね。だんだん冷やりにくくなっていくっていうのはね。あると思うんですよね。やっぱりね。うん。まあね、私、佐藤秀一はね、今回のね、参議院広島再選挙、断固としてね、河合夫妻とね、正反対の政治をね、堂々とね、実践してまいるということです。まあ、政党交付金にね、なんか頼らずにね、ね独自にね、カンパ、ね、党をね、皆さんにお願いしてね、お願いしましてね、それでね、供託金も確保しね、立候補に、こぎつけられるということになりそうです。あとはもうどこまでね、選挙カー等々をね、充実させるか、ビラ、ポスター充実させるか、ポスターどこまで張り切れるか、ね、その辺ですよね。うん。あんまりね、でもね、金をね、無理してかけるというつもりは、ね、全くありません。だって、その意味がないからね、勝之、アンリとね、正反対の政治、ね、うん。普通の市民がね、どうやって立候補してね、それでね、ちゃんとね、まあ、国会に行けたらもうこれ最高ですよね。だってさ、広島ね、ね、広島市、ね、誰一人国会議員でね、原発ゼロっていうことをね、言う人がいないんですよ、広島市。
ね。まあ、広島市だけじゃないよ。まあ、広島県の西半分ね、安芸の国でね、原発ゼロということをね、しっかり言う人ね。広島県のね、西側ではいないんですよ。誰もね。まあ、東側でね、佐藤浩二さん。彼はまあ、原発、脱原発の姿勢だと思います。立憲民主党のね。それ以外ね、ほんとね。でも彼はね、尾道市三原市、それから、庄原市三好市、世羅郡ね。東と、北東部ですね。これね。だから、西側でね、まあ、いわゆる広島とね、広島市ね。それから広島市に囲まれてるようなね、府中町とかね。まあ、いわゆる広島都市圏ですよね。まあ、ここでね、爆心地からね、20キロ以内ぐらいかね。うん。まあ、原爆の爆心地から20キロ以内でね、うん、出身のね、そういう国会議員、一人もいないわけですよ。ね。うん。原発ゼロっていうこと、情けないじゃありませんか。ね。今回私、佐藤秀一はね、今こそね、やっぱりしっかりね、原発ゼロのね、国会議員、確かなね、原発ゼロの国会議員をね、選択肢としてね、名乗りをね、上げることにもね、いたしました。ね、徹底的なクリーンな政治とね、民主主義の原理原則ね、もうね、民主主義の原理原則に、原点に帰る。ね。お金がなくてもね、参加できる政治って、すなわちね、民主主義の原点です。お金がないとね、参加できない政治、これ民主主義じゃないよ。貴族政治だよ。うん。はっきり言うと。ね。うん。とにかくね、原発、それとね、原発ゼロ。ね。こういったところを軸にね、やっていきたいと思う。だから、ね。まあ、結局さ、ね、お金がある人とかね、権力ある人だけは参加できるようなね、政治になってるからね、原発の問題でもね、貧困の問題でも深刻化していくわけですよ。ね、そのことをね、私はね、強くね、指摘していきたいと思います。はい。ね。そしてね、河合事件であるということですよ。ね、うん。原発もね、貧困もね、そしてね、河合もね、結局民主主義の原点からね、外れていった。そのことがね、原因であると。うん。そのことを私はね、佐藤秀一はね、強くね、強調するとともに、ね。しかしね、まあその中でもね、政策としてね、やっぱり与党系の方もね、野党系の方もね、全くね、やっぱりその、取り上げない、ね、この原発ゼロ、これはね、言っていきたい。ね、野党系の方はね、おそらくね、貧困問題についてはね、割合私に近い立場でいらっしゃるはずです。ちゃんと立憲民主党のマニフェストを守っているのであれば。ね。うん。ただ、もう原発ゼロをね、やっぱり飲めないと。で、やろうということはね、ちょっと陣営の方からね、野党系候補者ね、もう一人の野党系候補者のね、方の陣営に近い方からね、伺っています。ね、やむを得ないですよ。お立場もあるでしょう。ね。広島のね、立憲民主党様ね、原発推進のね、労働組合様はね、やっぱりその支持基盤にね、抱えている以上はね、うん、なかなか難しいということね、理解いたしますがね、しかしね、まあそれにね、やっぱり、なんていうかな、原発ゼロというね、選択肢をね、じゃあ、県民からね、奪っていいということにはね、私はならないと思いますよ。だってさ、福島原発から、事故から10年だと。余計もう今ね、事態は深刻化しているわけですよね。そしてね、伊方原発。これ大変なことになって、ね、なりますよ、本当にね、地震が起きれば。活断層がすぐそばにあるんだから。ね、そういうことも含めてね、これもうしっかりね、私はね、佐藤秀一ね、うん。ぜひね、やっていきたいと。本当にね、原発ゼロね。ね、可能なんですよ。ね。二酸化炭素、CO2 カットとね、原発ゼロ両立は可能。超高効率のね、火力の技術なんかも今ね、広島県内に、開発されてきてるんですよね。広島の発でね、やっぱりクリーンなね、エネルギーね。ね、こういうものをね、どんどんね、進めてってね、脱ね、原発ゼロをね、しっかりね、成し遂げていきましょうや。もうね、やばいです。もうこれ以上ね、俺原発で、続けさせたらダメですよ、ね。できるんだから。ね。まず、ね、しかしそのためにね、原発をゼロにするっていう戦略をね、国が示していくと。ね。うん、もう原子力ね、基本法も含めてもらうね、抜本的に見直しをしてね。うん、ね。それでね、うん、やっぱりその、原発をね、ゼロにしていくって。もう戦略をしっかり示して。そうすればね、企業もついてくるんですよ。ね。うん。広島発でね、それやっていくもん、行こうじゃない。うん。ね、広島がね、やらなかったら、どこがやるんだって話です
原発ゼロね。伊方原発だってね、近いんだから、広島ね。海を共有してるんですよ。原発ゼロね、これは私、佐藤秀一、しっかりね、打ち出してきて、もう野党の候補もね、与党の候補もね、言ってくれないよ、俺がね、言うしかない。俺が言ってね、立ち上がっていくしかありませんよ、ね。それからね、自民党批判だけね、河合批判だけする。これは簡単ですよ。でもね、自分の身を切るね、政党交付金ね、廃止するとかね。まあね、ちょっとしたらね、野党第一党のね、まあ既得権もね、ちょっとね、阻害するかもしれないね、小選挙区制の廃止ね。こういうところにね、ちゃんとね、踏み込んでいかないかん。ダメなものはね、ちゃんとね、理屈を立ててちゃんとね、ダメというふうに私は言ってきます。ね、衆議院選挙はね、政権選択の選挙ですからね。やっぱり、もうちょっと妥協は必要かと思うが、参議院はあくまで、ね、良識の府ですからね。やっぱりしっかりね、ガツンとね、ガツンとね、ものを言っていく。ね。小選挙区制はなくす。貧困はなくす。ね。まあ、貧困もね、原発もなくす。貧困も原発もね、なくしていくにはやっぱりね、まあ、小選挙区制をなくしていくってことも大事です。だから小選挙区制じゃなかったらね、じゃあ、保守でもね、原発に反対の政党みたいなのもできてくるかもしれません。じゃあ、そことね、じゃあ、じゃあ、立憲民主党さんのね、まあ、そういう反原発派、それから共産党さん、社民党さん、まあ、それは新選組さん。まあ、そういうところとね。じゃあ、保守のね、反原発派が組んでね。脱原発やる。あるいはね、自民党にもね、じゃあ、格差ですね。貧困問題に、熱心な議員もいらっしゃる。ね。まあ、女性も、ね、多いし、まあ、そこそこいらっしゃるしね。男性にもそこそこいらっしゃる。まあ、そういう議員がまたね、じゃあ、別の新しい政党を作るかもしれない。じゃあ、そういう人たちとね、じゃあ、組むとかね。そういうことがね、できると思う。ね。ケースバイケースで組んでいくことね。かなりね、貧困もね、原発もね、これ、なくしていけると、いう部分もある。やっぱ今の小選挙区制じゃそれが難しいと。ね、そういうところあるんで、ね、ぜひね、やっぱり、これ頑張ってね、行きたいというふうにね、申し上げます。まあ、その、ね、公明党さんなんてね、どういう行動を取るかわかりません。小選挙区制です。廃止ね、比例代表中心の選挙制度になったらね、自民党と組んでる必然性もありませんからね。まあそうそう、公明党さんもね、やっぱ平和の党で脱原発ですよね。やっぱりね、建前ね。それから、やっぱり貧困はなくすって方向でしょ？ね、公明党さんともね、柔軟にね、やっぱりね、じゃあ野党が組んでってっていうのもできるわけよね。多少ね、じゃあ、連合さんの中にね、原発推進のね、労働組合あったとしてもね、前よりはだいぶマシなね、政権がね、できると思いますよね。やっぱりこのね、小選挙区制っていうのはやっぱりね、小選挙区制プラスね、やっぱりその、庶民をね、近づけないようなね、こういうね、選挙のあり方。ね、この両方がやっぱりね、非常にね、問題であるというふうにね、思いますね、ほんとね。高すぎる供託金とかね、そしてね、戦前の治安維持法のね、名残なんだね、公職選挙法とかね、もう何をするか関与するな、そんなばっかり書いてあるんだから、ね。こういうものはね、抜本的に、見直していくということも含めてね、私、佐藤秀一ね、正々堂々ね、今回のね、参議院ね、再選挙ね、訴えてまいります。はい。政党のね、紐がね、ついているね、候補に、人にはね、できないようなね、ことをね、断固としてね、断固としてね、訴えていく、断固ですよ、断固やりますよ、私は。ね。断固やっていくしかねえんだ。だって断固やらなかったらね、私の存在意義がね、今回の参議院選挙はありませんからね。まあね、民主主義のね、原点に帰るね、選挙制度改革。ね、そしてね、脱原発ね。まあ、貧困問題についてね、野党のね、もう一人のね、野党系の方とね、やっぱ一致する点はありますからね。まあ、それはそれでね、じゃあね、将来的にご一緒するっていうね、ところもあると思いますね。まあ、その選挙制度改革とね、やっぱりね、このね、原発問題。これはね、ガツンとね、やっていきますから。ね、皆さんのね、ご支持ね、ご支援ね、よろしくお願い申し上げます。またね、本当ね、ポスターのね、掲示とかね、4月8日告示日のね、本当にそういうものをね、本当ね、お助けいただく、本当に助かります。ね、引き続きね、供託金はね、クリアしましたけどね、まあ、諸経費もかかりますからね、カンパの方もね、引き続き、伏してよろしくお願い申し上げます。
本当ね、なかなかね、大変なね、本当ね、一応ね、看板先に、ね、こういうことになっております。こうか。こういうことになっておりますよね。本当に、ね、伏してね、本当によろしくね、お願い申し上げます。まだはね、後のね、当日ね、本当選挙カーに、乗っていただく方、まああんまりもう大人数だとね、クラスターの問題とかもありますんでね、まあ少人数でもありますしね、それからね、まあ東部とかね、北部とかの方ね、電車でもあろうと思います。ね、無料のね、乗車券が出ますんでね、各駅停車でとかね、普通のバスであればね、ご一緒に、回ってね、街頭宣伝ということをね、させていただける方もね、引き続きね、募集をしておりますので、ね、そちらの方もね、ご協力ね、伏してお願い申し上げます。またね、いろいろ宣伝もね、この Facebook、それからね、LINE 等でもね、情報を発信してまいりますんでね、ぜひね、ご注目をね、いただければというふうに、思う次第で、ございます。それではね、皆さん本当に今日はね、非常に長い放送になりましたけどもね、勝之被告をね、本当にふざけたね、この茶番劇をね、受けましてね、のね、放送となりました。それではね、皆さんね、おやすみなさいませ。はい、おやすみなさいませ。